はい、どうもこんにちは。民泊清掃マスタークリーニングの R 社長と申します。本日お話しする内容は絶対流行る民泊物件というテーマでお話をしていきたいと思います。今民泊物件で他の施設との差別化を図って特殊なコンセプトを持った部屋が売り上げを伸ばしていく秘訣だと思います。都心部のように需要の高いエリアであれば通常のように普通な感じの部屋であっても十分ゲストの予約は入ります。今からお話をするのは私が予想をするこれから絶対に流行ってくるであろう民泊施設です。私が面白そうだなと思う物件としてはズバリペットも一緒に宿泊ができる施設です。ペットを飼っている方だったらわかると思うんですけれども、ペットって自分の家族の一員なわけじゃないですか。自分の家族旅行の場でペットがいるからといってなかなか宿が見つからないという方も多いんですよ。ワンちゃんや猫ちゃんを飼っている方ってまず宿泊するその施設のグレードというよりもペットが利用可なのかというところを優先して探していくわけなんですよね。そうすると検索の時点で民泊で全然引っかからないわけなんですよ。週末や大型連休に旅行に行きたいと思って検索をしてもなかなかヒットしないわけなんですよ。本当に施設のグレードではなくてまず利用ができるかというところを最優先に探していくわけなんですよね。自分が行きたいエリアがあったとしてそのエリアの直近では全然ペット可能の物件がないからといって車でそこから30分1時間離れたところに仕方なく泊まるという方もたくさんいるわけです。このように考えると集客幅を広げていくためにペット利用が OK な物件という施設を作ってみるというのはかなりいいと思います。さらに言うと私がイメージをしている流行りそうな物件というのは都心部のような家賃の高い場所ではなくて、もし私がペット可の物件を作るとしたら田舎の戸建てでお庭が広い物件です。お庭をドッグランにしてウッドデッキを作ってバーベキューができるようにするんですよ。ワンちゃんが遊べるような遊具などもお庭に用意をして自分たちはバーベキューをしながら犬と遊んだり犬を解放したりするわけなんですよね。施設としては戸建てです。この戸建てというのはなるべく安くボロいものを買ってきて、そして自分たちでリフォームなどをして費用を安く抑えるというのがポイントかななんて思ってるわけなんです。物件のすぐそばに有名な観光名所があればそれは理想なんですけれども、そこまで近くじゃなくてもいいと思うんですよ。どちらかというと近くに川があったりとか自然を楽しめる方がいいような気がしますね。川があって釣りが趣味の方であれば釣りもできる、川の流れが緩やかであれば子供を遊ばせることもできるわけじゃないですか。こんな施設を作ってさらにリスティングの写真映えをすることによって他に競合が少ないブレーンで戦うことができるわけなんですよ。コロナ禍では便利なところよりも大型連休を使ってこういう人が少ないところで自然の中でゆっくりとしたいというゲストさんも多いんですね。このようなニーズには今ぴったりだと思うんです。あとはペットを飼ってる人の方が経済的に余裕がある方が多いんですね。ペットを飼うことに対するモラルレベルというのが世間一般でかなり上がってきてるわけなんですよ。実際に若者のゲストという見方をすると民泊では使い方がひどいみたいなイメージってあると思うんですけれども、ペットを連れているカップルの方がすごくモラルレベル高いと思います。そういった意味では普通に民泊施設を利用するゲストさんよりもペットと一緒に利用するという方の方が部屋をきれいに使ってくれる可能性って非常に高いんです。最近って道端で犬の糞が落ちてることって少なくなったと思いませんか？私が小学生の時ってそこら中に犬の糞が落ちていたり、まだ野良犬がいたりとかしたんですよね。だいたい30年前くらいの話になるんですけれども、今って野良犬ってほとんど見ないじゃないですか。私が幼稚園とか小学校ぐらいの時って犬の散歩をしている方でも犬の糞を取る道具を持たずにそのまま散歩している方とかも結構いたりしたんですね。自分の小学校に行く途中に糞が落ちてたこととかもありますし、学年に数人くらいは1年間の中で何回か登校途中に犬の糞を踏んだってやつっていたと思うんですよね。今自分の近所で犬の散歩をしている方たちたくさんいて挨拶も結構したりするんですけれども、犬の糞が落ちてることってほとんどないじゃないですか。ペットを飼っている方からすると当然のマナーと思うかもしれませんけれども、自分が子供の頃からと比較すると確実にマナーのレベルって向上してきてるんですよね。だからこそペット可の民泊物件の方が利用をするゲストさんの民度が高いと思うんですよ。経済的に余裕があってマナーもちゃんとしている方、そういう方が利用してくれる可能性が高いということなんですね。ここまで話をするとペット可の物件にした方が良さそうな気もしてきますよね。しかしペット可の物件というのはデメリットというところもあるんです。一つ目のデメリットとしてはペット可の物件は
一般のペットを連れていない方たちが予約をしたがらなくなってしまうんです。アレルギーを持っている方もいるわけなんで、前のゲストさんがペットを連れ込んでいた部屋であれば咳やくしゃみが止まんなくなってしまうという方もいるんですよ。こういう人からすると、そこの施設の作りは魅力的だけれども、わざわざその施設に泊まる必要ってないわけじゃないですか。同じようにバーベキューができる施設でドッグランは別にいらないやっていう方からすると、バーベキューができるのは魅力的だけれども、ちょっとアレルギーが出てしまう可能性があるから、その施設はやめておこうというふうになるわけなんですよね。二つ目はペットの毛の問題です。私の実家でもペットを飼っているんですよ。うちはトイプードルを飼ってるんですけども、トイプードルって全然毛が抜けないんですよね。でも小型犬であっても大型犬であっても犬種によってはすごい毛が抜けるわけなんですよ。飼い主さんもいつもの感覚で自分のペットに飼い犬を乗っけて寝るっていう方もいると思うんですよ。いつも通りの感覚で生活をして、ただトイレはしっかりとワンちゃんが覚えてくれてるので、トイレの指定の場所でするとしても、毛が抜けてるっていうことはあるわけじゃないですか。この毛が抜けるというのが、清掃の立場からするととても厳しいわけなんです。ペットだけではなく、バーベキュー施設の利用がある場合であってもそうですね。通常の民泊清掃の中のその時間帯では対応できないぐらい清掃時間が長くなってしまうわけなんです。本来民泊清掃の料金としてだいたい見積もりとして挙げられるその金額と、ペットやバーベキューができる物件の清掃時間って大幅に差が出てきてしまうんですよ。こうなってしまうと、清掃会社からするとなかなか単価が合わなくて、オーナーさんとの話し合いがまとまらなくなってしまうんですよね。オーナーさんが求めているこれくらいの金額でやってほしいという値段と、清掃会社がこれくらいの金額だったらできますという、その金額にかなり差が生まれてしまうということなんです。3番目のデメリットの話とすると、今言ってしまったお金の話になるんです。清掃単価が合わないから、なかなか清掃会社としては受けるのが難しくなってしまうんです。3番目の話としては、清掃単価が合わなくなってしまうということなんです。オーナーさんが求める清掃料金と、民泊清掃会社が提示をする清掃料金があるわけじゃないですか。ここに、ペットの髪の毛をコロコロで取らなければいけないとか、バーベキューコンロを片付けて油汚れを拭き取らなければいけないとか、そういったところを全て加味すると、清掃時間と清掃料金の対価が全く合わなくなってしまうんですよね。だからこそ清掃会社からすると高めの見積もりを請求しなければいけなくなるけれども、高めの見積もりとなるとオーナーさんは金額として合わないとなってしまうわけなんですよ。普通の民泊清掃の中でそこまで全ての家具にコロコロをかけながらやるっていうのは結構大変なわけなんです。髪の毛が落ちてるかもしれないとか、髪の毛が付着してるかもしれないと思ってコロコロをかけるのと、ペットが止まっている前提でコロコロを片っ端からかけていくのでは、全然労力と神経が違うわけなんです。このように3つのデメリットがあるわけなんですね。今日は私は民泊のオーナーの立場からこういう物件をやったら面白いという話をしているんですけども、やっぱり自分自身清掃会社をやっているので、民泊清掃会社の立場からも物を申してしまうわけなんですよ。民泊オーナーの立場からすると、このペット可の物件ってめちゃくちゃ魅力的だと思います。これを仕掛けていってなかなかできないというのは、やっぱり現地で対応してくれる清掃会社だと結構難しいと思うんですよ。じゃあどうしたらいいのかというと、こういう物件こそまさに個人的にアルバイトとしてお願いするしかないかなと思うわけなんです。個人の方であれば、じっくり時間を使って4、5時間かけて1万円という金額で受けることできると思うんです。清掃会社だったら一人のスタッフが5時間拘束されて1万円にしかならないとなると、全く数字合わないんですよ。私自身も箱根であったり長野の安曇野で民泊運営してますけれども、その近隣で広めの庭でこんな施設作れるような物件が出てきたら即買いたいとは思います。ただ買いたいという気持ち、運営を開始するぞという気持ちと、今既存でお願いしている清掃会社さんがその物件の清掃を対応できるかというのはまた別の話になるわけなんですよ。もしそのような目ぼしい物件が出てきた時点で、事前に清掃会社に相談をしておく必要があるわけなんですよね。こんな施設を作ってペット可能にしたとしたら、だいたいどれぐらいの金額になりますかと、そういった話をしていかなきゃいけないわけなんですよ。まあ、あとはドッグランを作るっていう風になっちゃうと、ワンちゃんがそこら辺に糞をしてしまう可能性があるわけじゃないですか。これもやっぱり次のゲストさんのことを考えると、残しておくわけにもいかないかなっていうところもあるわけじゃないですか。次のゲストさん自身が踏んでしまうようなことがあったら、さすがに不快な気持ちになりますよね。こういったところを考えると、
オーナー自身が清掃に入れるんだったら一番ベストかなと思います。アルバイトで清掃をやってくれる方を募集してやってもらうのもいいと思うんですけども、オーナーさん自身も清掃に入ることによってアルバイト以上のクオリティで清掃することができるわけなんです。私自身も面白そうだけれどもなかなかやりたくてもできないというのは、現地で清掃の対応がフルにできないということなんです。長野県で民泊をやるために新宿を拠点としている私の会社で清掃に入るのって実質不可能じゃないですか。そう考えると現地対応ができるとか、私自身がもう半分住み込みで長野に対応していくとか、そういう風な形になればめっちゃ面白そうな気はしますよね。家主が必ず現地で対応をした上でしっかり清掃を行き届かせたワンちゃんや猫ちゃんが楽しめる一軒家、庭ではバーベキューができて広い庭でドッグランがある、こんな施設だったらめっちゃ流行りそうな気はします。将来的には絶対やってみたいと思う構想の一つではあります。こんな感じで普段自分がやっているこの民泊という業界の中でイメージを膨らませて、こんな物件だったら当たるかもしれないとか、こんな施設作ったら喜ばれるんじゃないかって考えながら民泊事業を拡大していくとめちゃくちゃ面白いんですよ。民泊をやっている方からすると、儲かる民泊と自分がやりたい民泊ってちょっと違うなっていうところにも気づいてる方いると思うんですよね。自分がやりたい民泊が儲かる物件になったらめちゃくちゃ面白いですよね。この動画を見てくれた方の中で田舎や郊外に土地や家を持っていて今空き家状態になっているような方はちょっと考えてみると面白いかもしれません。民泊の基本って既存のものにゲストさんを泊まらせるというところが最初の考え方なわけなんですよ。わざわざ施設を作るんじゃなくて余ってるものを貸し出すというところから始めてみるのが一番リスクが少なく始められます。その物件がもし収益をもたらしてくれるようなことになれば、それってオーナーさんにとって万々歳の話じゃないですか。はい、本日は絶対に流行る民泊物件というテーマでお話をさせていただきました。私のチャンネルでは普段民泊や民泊清掃に特化したお話を定期的に配信しておりますので、興味ある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。